リファクス老子はこのコンパッションを5つの資質でできていると言っています。すなわち利他性、共感、誠実、敬意、寛容であります。皆さんこんにちは。ドクターゆうすけこと緩和ケア医の高宮ゆうすけです。人生の取説、あなたの幸せケアをお送りします。第13回のテーマはグレースを知るです。マインドフルネスを活用した苦しむ人とケアする人へのケアとなるグレースをお届けします。医療者だけでなく介護、教育、子育てなど全ての人に役立つプログラムです。グレースの説明とともに、コンパッションについても深めていきます。グレース誕生の経緯を話します。死の臨床に45年間関わってきたアメリカの医療人類学者で僧侶であるジョアン・ハリファクス老子が Being with Dying、 死にゆく過程と共にあること、死に向き合う医療者向けのための燃え尽き防止プログラムを、これ8日間にわたる集中的なトレーニングをやっていたんですね。でもなかなか、医療者も8日間というのは難しいということで、グレースはこの Being with Dying のエッセンスを最新の脳科学や認知科学の成果に基づいて構築した2泊3日のプログラムであります。これ2014年からこのハリファクス老子とともにジョーンズ・ホプキンス大学の看護倫理学部のシンダ・ラシュトン教授とワシントン州立大学医学部の、腫瘍内科医緩和ケア医でバイタルトークというコミュニケーションツールでも有名なアンソニー・バック教授が、3人で、作ったものであります。日本では2015年に第1回の研修会が奈良の長久寺で開催されました。その後2018年に日本グレース研究会を発足いたしまして、現在高宮、私が、世話人代表を務めております。また死にゆく人と共にあること、マインドフルネスの終末ケアという本を、ハリファクス老子出しておりまして、非常に人生について深みのある本ですので、ぜひご一読ください。またコンパッションという本も出しておられますが、グレースのキーワードはコンパッションであります。前回コンパッションについてもお話ししました。マインドフルネスの目的ゴールでありますが、コンパッションとは人が生まれつき持つ自分や相手の悩み、苦しみを深く理解し、役立ちたいと願い、そのための行動をしようとするときに立ち現れてくる感覚であります。ハリファクス老子は、このコンパッションは5つの資質でできていると言っています。すなわち、利他性、共感、誠実、敬意、寛容であります。利他性、本能的に無視の状態で他者のために役立とうとすること。共感、他者の感情を感じる力。誠実、道徳的指針を持ち、それに一致した言動を取ること。敬意、命あるものや物事を尊重すること。関与、しっかりと取り組むが必要に応じて手放すことであります。ただこのコンパッションは一つ間違えると崖から落ちてしまう。私たちはその間をこう歩いているわけでありますけれども、落ちてしまうと、利他性はどうなるかというと、病的な利他性。承認要求にとらえたり、相手を依存させてしまったりする状態。共感は共感疲労になります。相手の感情と一体化しすぎて自分を傷つく状態。誠実は道徳的苦しみ。成果に反する行為に関わったり目にした時に生じる苦しみで、例えばちょうどコロナの間、緩和ケア関係者、家族のケア大事だと分かっている。家族の面会させたいけど、コロナのために面会制限とか面会禁止を家族に言わなきゃいけない。これは道徳的に苦しみであったと思います。また、敬意は軽蔑になる。自身の価値観と異なる相手を否定し、貶めること。寛容は燃え尽きになってしまう。過剰な負荷や無力化に伴う疲弊と意欲喪失であります。このコンパッション、崖から落ちてしまうんだけれど、またグレースを学ぶことで戻ることができる。この5つの、利他、共感、誠実、敬意、寛容をグレースによって育むことができるし、崖から落ちてもまた戻ることができると言われています。グレースの説明をしていきます。GRACE、それぞれ意味があります。G、ギャザリングアテンション、グランディング、注意を集中させる。身体感覚に注意を集中し、呼吸を整え、地に足をつける。 R、 リコーリングインテンション、意図を思い起こす。今ここで担っている役割や目的、動機を意識する。 A、 アチューニングトゥルセーフ、デンアザー。
まず自分の体、感情、思考、意識を合わせてから相手に意識を合わせる。 C. Considering what serves best、 最も適切と思われる行動は何かを見極める。これキーワード Not knowing、 審査知らないという態度、白紙で関わるということになります。 E. Engaging and ending、 関与し終了させるということになります。例えば皆さんが、医療者か介護している方だとしたら、いつも怒りをぶつけてくる患者さんや利用者さんがいる。または会いに行くといつも早く死にたいっていう患者さんや利用者さんがいる。きっとその人に会いに行くときには G、 ここですね、呼吸は浅くなったり体が硬くなったり地に足がついてないかもしれない。その時に呼吸を整え地に足をつけて、そして注意を集中させていく。で R、 意図を思い起こす。私であればなぜ医師になって、医学部に入って医師になってこの患者さんと向き合っているのか、人生の目的やその意図を思い起こすわけであります。そして A、 だいたい相手をね見たいわけでありますが、相手の様子を観察しますが、まず自分の体が硬くなっているかとか、ドキドキしているかとか、気持ちが高ぶっているんじゃないかとか、そこに意識を合わせてから相手に合わせていく。 C、先ほどお話ししました Not knowing、 審査知らない、白紙で関わる。いつも怒っている患者さん、早く死にたいという患者さん、今日は違うかもしれない。白紙にして関わることによって違う展開になるかもしれない。 E、 ベストを尽くして、そして終わりにしていく。ある患者さん、利用者さんで問題は終わってないかもしれない、でも一旦終わりにして次の患者さん、利用者さんに向き合っていく。また今日一日の中でいろんな問題が山積しているかもしれない。でもそれは一旦終わりにして、そしてプライベートに戻っていく。なんかいろんな儀式を決めとくといいらしいですが、今コロナ禍でね、いろいろ手を洗うことも多かったと思いますが、手を洗いながら、その問題とか課題を洗い流していく、ことが大事であります。毎年年次大会を開催しておりまして、2018年第1回の年次大会は昭和大学で、私大会長で開催いたしました。第2回は、関西大学で、常藤先生が大会長で対面でありましたが、第3回第4回はコロナのために、3回は東工大の中野先生が、大会長でしたがオンラインで、第4回も、山下さんが、大会長でしたがオンラインで開催しました。第5回沖縄は、ハイブリッドで、現地で集合とオンラインで、笹原先生が大会長で開催いたしました。今年は、藤野さん大会長で上智大学で開催いたしまして、テーマ意図を思い起こす、非常に深いテーマで開催いたしました。その時の、メンバーであります。研修会をグレースを全体を、大会できる、そういう研修会をやっておりまして、昨年は残念ながら完全にオンラインだったんですが、今年は京都の関西セミナーハウスで研修会をハイブリッドで行いました。ジョアン・ハリファクス老師にも来ていただいて、このような形で現地開催、現地と、ハイブリッドでということで開催いたしました。また年次大会研修会にか参加した方にはこのオンライン講座を販売しておりまして、ハリファクス老師や新田教授、アントニー・バック教授とかがこうお話しているのに、日本語の字幕がついておりまして、復習などにも良いかなと思います。また、研修会、年次大会に参加した方たちには、継続的に、学びを深めていこうということで、東京、関西、沖縄でこう研究会ありまして、毎月、オンラインが今多いんですけれども、そういう意味で、全国どこからでも参加できますけれども、こういうものを開催しております。毎回幸せケアワードをお伝えしています。今回の幸せケアワードは終わりにするです。さまざまな人生の課題がつきまとうでしょう。でもプライベートに戻ったらそれは終わりにする。なんかいろいろ儀式を決めとくといいと思います。例えば手を洗いながら課題を洗い流し、自分の時間に戻るということであります。グレースについての情報は日本グレース研究会のホームページからよろしくお願いいたします。また小中高校生一般の方向けに命の授業を出前出張でお届けしています。リットリンクのご連絡の Google フォームからご依頼ください。
本日は見てくださり本当にありがとうございます。もし動画を見て何かを感じたり考えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、いいねをいただけると私も励みになります。それでは失礼します。